どうもこんにちは。今日はですね、ちょっとどうしても僕行きたいところがありまして、ちょっと付き添いしていただいたんですけど、その場所がっていうのが代々木八幡宮です。これね、なんでここに来たっていうかと思うと、ちょっともう見てもらったら分かるんですけど、肘骨折してましてね、そのまま僕ずっと野球やってたんですけど、野球15年やってて1回も骨折したことないんです。で、今年30になる年で人生で初めて骨折したんですけど、まあ、骨折したから来たというわけではなくね、ちょっとあまりにも僕ね、不運が続きすぎてるんです。で、自分だけの不運ならまだいいんですけど、もうまあ一緒に住んでる先輩とかにも迷惑かける可能性もこれ今後あると判断して、で、この僕の知り合いのちょっとこう霊をちょっと見える方みたいながもう僕の写真を見て、もう本当に体調悪くなるみたいな、だから相当ちょっと悪い邪念がいるみたいなんで、今日はこの代々木八幡宮でお祓いしてもらいます。何の能力もないわけないです、この木が。触ります。ちょっとマジで万人的な、怖いな、ちょっと怖くないですか、あんな真ん中に最初確かに、うん、全然ならない。全然ならなかったね。重いっす。そうか、腕折れてんだ。あー、すごいな。多分中でやるっぽいっす、お金を。あ、ちょっとおみくじ引きます。そうだね。一応今年引いた時あって、前前回は今日です。マジです。なかなか引かんね、今日は。100円。Thank you.
ういうところです破るのがね、うわすごい、うまくいかん、まあ、これが終わった後にどう変わるかっていう、はい、ちょっと待ってください。え、なんすか。で大吉です。これしてから引く引いてもよかったですね、まあ、とりあえず幸先いいということで、うん、まあ不安はちょっと取り除けたから、はい、返事だ。とりあえず多分威嚇っていうところもあるでしょうね。これは夜、うお、近づくと光るんだ。ちょっとね、本当の冗談抜きの方言っていいですか。はい。さっきからずっと耳鳴りしてます。いい、このセミの音でとかじゃなく、じゃなく、ちょっと単発に聞いてきます。はい、単発の男に。そういうとこだぞそういうとこが多分積み重なってのあれだと思う。あ、すいません、受付3時15分から予約したんですけど、はい、はいはいはい、はい、あ、なるほど、なんかこう、うん、悪いものを一番オーソドックスなやつは、目的によって変わるので、はい、悪いものを払いたいという形で。そうなんです、はい、ちょっとあまりにも不運続きで、ちょっと今骨折もしてるんですけど、はい、そうでしたら費用払いで悪いことが続いていることをなくしたいということです、ね、はい、そうですね、今後もちょっと、はい、そしたら費用払いの方になります。費用払い、費用払い、費用払いです。難しい、あ、間違えた、はい、住所はこれモザイク入ります、入れます、はい、そうですね、お気持ちで、あ、なるほど、そこ1万円以上になりますと、お札か 紙札かお守りのセットか木札をお選びいただけます。なるほど、1万円の紙札を守りですとか、まあ、木札、5000円ですと、まあ、開運厄除けのお守りっていうような形になります。なるほど、それでは1万円の方をお納め願います。あ、はい、ガチです、うん、やっぱ5000円じゃなんか、ね、触り伝わりました、僕の本当に、うん、取ってもらいたいっていう、それぐらいないと来ないもんな。本当はふざけたりしたいですよ今、うん、本当に嫌なんですよね、バチ当たるの。それをやってきたっていうことですもんね、今までふざけてたって。早いか、はい、はい、Oh, my God.
いよいよ次ですけど、はい、ちょマジで無心で本当に真剣にやってもらうので、ちょっとマジで不安はあります。はい。に払えたまいし時になりませぬ払えこの狼たち。平らけく安らけく貴こしめしたまい、かつきお代にことなくもなく、今終わりましたけど、これ本当にこうシャッてやられた時あったじゃないですか、シャンシャンみたいな、マジでこうふわーってなんかかかってる感じです。感じました。不思議な感じです。今回気を払いっていう、なんか悪いものを取り除くっていうのを僕は選んでやったんで、まあでもできたんで。ようやくこれで本当にいいことがあるとかではない、まあすぐあるとかないとは思うんですけど、なんか変わればいいかなと思うんで、やってよかったっす。これちょっとお札とかも守りもいただいたんで、これ普段から身につけて明日からまた頑張ります。いやー、今日はこう代々木八幡宮ですけど、ちょっとまあいろんなところでこういう経験をしたいなと思います。ここだけじゃなく、帰りますか。帰りましょう。はい。すごい。またいますね、こう。こう守るように。本当ですよ。さっきも見ましたよね。うん。生命力というか、なんかあるんかね、そういうパワーが。ただただ寝やすいであそこ行きます。あんなちょっと高いしな、そこ。ここはすごいわ、パワーが。帰ったらまず何したい？はい。帰ったらまず何がしたい？帰ったらですか？うん。左手コーヒー、右手プロスピです。急いで帰るか。はい。